こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を入れながら大相撲の世界を伝えるまっちゃんねです。私が元マックした力士松武蔵です。アシスタントの陽武蔵です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。先日ね、はい、あのテレビの帰れマンデーに、はい、見てましたらね、はい、大栄翔と翔猿がね、なんとねこう山道歩いたりして、歩いてましたね、なんか店探して、そうなんですね、また次の目的地もあるってやつね、そうなんですね、あれに出てましてね、うん、フェイスブックの方にね、はい、まあ、そのことを書かれてた方がいまして、はい、浴衣と草履で大変よねってコメントしたら、はい、まあ、その方がね、うん、まあ、チャンネルに質問してくださったんですよ、はい、女性の方なんですけども、はい、力士はスニーカーとか革靴とか履くことはあるのでしょうか、うん、そもそも持っているのかなって聞いてくださったんですね、うん、あの番組見てるとね、うん、ある山道ですので、もうタレントさんたちももちろん運動靴履いてらっしゃるんですけども、あのやっぱり力士はねこう基本的には外では着物と草履セッターっていう決まりになってるのは辛いですね。あの番組を見るんやけど、そういうことも考慮してか、うん、平坦のところが多かったね。でもそれでも結構坂とかやっぱりあの番組らしいやってたけど、時間歩くとやっぱり疲れるよね。私なんかね、うん、浴衣とかで歩いたことないんですけども、うん、こう浴衣とか草履とかで歩くいうのはかなり疲れませんか？浴衣はこう前がはだけたりはするけども、うん、そんなにまで気にならないんだけど、足元がやっぱりね、うん、まあ、これ見てたら歩きやすいゴム草履っぽいの入ってたね、うん、接待ではなく、接待やったらもう金具ついてて、はい、じゃらじゃらじゃらと擦りながら歩くのがまあ粋な履物だからね。この間はゴム草履っぽいのを履いてた。でもかなり、いやいや、もうすごい疲れるし、かかとが塞がれてないいうのがね、車の運転する時でも、うん、かかとが塞がれてないものではしちゃダメって言われるじゃないですか、うん、まあ、あの歩くたんびに足が浮くわけじゃないですか、靴はかかとごと持っていくから歩きやすいけども、でもお相撲さんらしく歩いて番組は良かった、うん、まあそうですね、そういう裏の顔も見せて面白いんだけどね。やはりまあ番組としてはたくさん歩くので靴履いてくださいっていうわけにはやはり関取としてはできなかったのかな、うん、そうね、うん、関取たち綱引き大会で、うん、あの地域を盛り上げるためにとか、うん、そんなのだったらね靴履いて綱引くんだろうけど、うん、やっぱり2人だけでそういう格好で出るのはっていうことだったのかな、うん、本当にね、あの頑張りました、お疲れ様です、うん、じゃあこの本題に戻しました、はい、普段ね、うん、こう運動靴とか革靴とか履くことがあるのか、うん、まあ、そもそも持ってるのかという質問なんですけどもね。革靴はまず持ってないね。私も辞めるときに背広を作ってもらったり、うん、あの幕下以下の力士でも断髪式とかしてもらって、うん、ちょっと整髪したら背広を着て挨拶したりします。そうね、もしましたね、その時に初めて背広というものを着、うん、ネクタイをし、うん、革靴を履いたね。まあその時にまあスーツと靴を用意したっていうことですよね。そうです、そうです、はい、うん、だけども力士の生活の中ではまず革靴は、革靴はないね。私も革靴履く仕事をそんなにしたわけじゃないけども、うん、たまに履いたりしたら、うん、今までこうセッタの上に足乗せてビャーンとこう広げたような足になってたけど、キュッとこうなったのが靴じゃないですか。そうですよ、すごい足が痛くなったりしてた。でもね、まあ歴史の皆さん革靴はさすがにないにしても、うん、運動靴は大体持ってるんじゃないですか。運動靴はね、うん、割と持ってるね。運動のために、うん、ランニングシューズみたいのをね、うん、買ったりするね。そういえば中村ベアが、はい、まあ、トレーニングを取り入れてるということで隅田川の近くでこう走ったりとか飛んだりとかしてました、うん、当然のことながらねそんな着物でできませんので、それはしないね、あの、うん、みんなねトレーニングウェアで運動靴でしたけど、我々の部屋ね最初もう独立してすぐぐらいの時は、うん、ジム行ってる力士自体が少なかった、うん、ウエイトトレーニングするにしても、うん、足元が草履ではできません。してもいいけど、うん、もう草履がすぐダメになっちゃう。やっぱり足に力入れなくちゃいけないから。ということは、うん、もう中村部屋みたいなトレーニングじゃなくても、うん、ウエイトトレーニングするんだったら必ず皆さん運動靴は持ってるいうことです。危ないしね、うん、うん、もう靴は絶対履いてるね、うん、じゃ あの用意したんですか自分で。もうその最初に、うん、トレーニングとかし始めた頃はサイズの大きな運動靴みたいのを履いてたと思うね、うん、江東区なら荒川区の部屋に移った時には下にジムを作ってくれてたんでね、それに合わせてジムに合う靴っていうのを親方と後援会の方が全員に作ってくれた、うん、それもねその裏にあれ鉛かなんか入ってるのかな、うん、
ちょっと重い靴、そう、トレーニング専用の靴なんですね、うん、それとこう普通のスニーカーっぽい靴と、うん、ハイシューズみたいなやつと、はい、3足ね、3足、3種類っていうことですね、3種類な機能のある靴を、そう、それをね、アシックスかな、はい、の方が来て、うん、測ってくれて、そうですよね、やっぱり同じ28センチでも幅の広い人もいれば、うん、高の高い人もいますからね、そうで、お相撲さんってね、うん、本当にね、うん、いろんな28がいるんですよ、はい、うん、なのでね、ちゃんとね測ってくれて、3足作ってくれて使ってました。あ、そうなんだね、うん、スポーツのトレーナーとかシューズ屋さんと相談したんでしょうね、うん、医学的にも、うん、こういうのを使った方が危なくないし、うん、力も入りやすいっていうのをね、足も痛めないっていうこと、うん、昔力士運動会とかあったじゃないですか、うん、例えばそんなとこに行くんやったらっていうような靴もその中にはあったんですか。あの時どうしたかな、私2回力士運動会出てるんやけど、協会から靴とシャツとパンツと用意されたような気もする。ああ、そうなんですね、うん、まあ、やはりね、スポーツをする上では何でもいいっていうわけにいかないし、うん、まあ、無理に変な靴履いてね、うん、もう実際相撲取る時に足首ちょっと痛めてるんですっていうわけにはいきませんもんね、うん、そうだね、やっぱ相撲取る分に足が一番大事だから、うん、相撲取ってる時に怪我する分には仕方がない、うん、ちゃんと準備運動してやることが一番なんだけど、うん、プライベートとか別のことで痛めるのが一番もったいないじゃないですか、うん、そうですね、なのでそういうところもね、親方はじめ講演会の方とかも考えてくれてたんではないでしょうかね。買いのもあったしね体のようにはお前ちっちゃいなっていうやつもおったし ね、いろんなタイプがあるからね。そうです でね、私が辞めた後かな、うん、武双山関の今の藤島親方がね、部屋の若い衆みんな靴をプレゼントしてましたね、うん、じゃあ総合する革靴はさすがに持ってない、やめるときに、うん、新調するんだろうけども、トレーニングであれ日常生活であれ、うん、運動靴は大切なんだよっていう、そういう結論ですよね。そうですね、うん、逆に革靴は履かない方がいいかもしれない、硬いし、うん、足首に負担がかかるからね。まあ、じゃあそれはもう引退を決意して。そうそう、引退、うん、だから引退するときにね、よく先輩とか親方に靴もらったりしましたね。そうですね、うん、松武蔵さんもあげたじゃないですか、弟ですよ、やりましたね。でもあれなんか泥棒に、ね、寂しい話だね。なんか盗むもんがなかったから靴盗まれたって、ね、いる、そんなでかい靴、ね、なんか言われ言ってたね。そうですね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。またコメントお願いします。